お疲れ様です。はい、お疲れ様。ようやく記者会見。いや遅いわ、また21日やで。これ運命的やで。去年も一緒やったから。へえ。去年の大晦日も、12月21日発表やから。はいはい。誰が10日前に発表。もう全てはブダゴリラだせやな。そうなんですね。まあ、どうですか、対戦カード発表されて。いやいや、ライジン大晦日が一番だってさ、みんなが出たい大会と思うねんか。そこにキックが一個もないっていうね、立ち技ルールが。やっぱ今 MMA すごい盛り上がってて、あすごいなってほんまに思うけど、やっぱ俺ら立ち技選手もさ、それは負けてられへんし、俺らが張り切って試合せへんかったら、下のやつらにさ、続けへんし、逆に言ったらさ、これ俺らが出へんかったら、立ち技の試合なかったわけよ。確かに。大晦日で立ち技キックっていうのも見せれないとこやったから、これはね、あのお茶の間にいる格闘技に詳しくない人らにも届けなあかんかな。俺らが必死こいてやらなあかんなってはふうには思うし、なんかシンデレラピーマンやあの子今年からガーン来て、すごい意味合いがあるんじゃないかなって。張り切ってなんやかんや言って上がってきた俺と、ここでこう俺は今までこう自分にさメリットがないの相手とはやれへんかったし、みんなよく考えたら分かると思うんやんか。仕事やしさ、メリットない仕事じゃってそうなったもんね。でもやっぱここで勝負するのが男やと思うし、まあガチ路線でこれからのキック界にも少しでもなんかこう影響を与えれたらないいなと思うから、もう今年はやる気満々ですよ。なんか記者会見の時すごい相手のヤーマンさんも噛みついてくるって言い方変ですけど、まあごって緊張しとったんや、震えとったで。あ、そうなんですね。なと思って俺は見てたけど、まあ、ツッコミどころ満載って、あんまツッコんだらよう喋れへんやろなと思ったから結構抑えたね。まあ、もっと来てほしかったよ。もっと来てほしいし、もうなんなら俺このベストもう一枚買えんのってたから、これ破ってほしいぐらいやったけど、まあそこはまだまだ若いな。俺やったら言ったからな、俺が逆の立場やったら。まあでも久々に見るイケイケの子でおもろいと思うで、素直な子やなと思うし、まあバチバチやって、まあその実力、人間性、すべて格が違うと思うねんか。だから実力だけじゃなく、すべてのところで格が違うと。俺がどうしてこうやってなったかっていうのを見せてやろうと思うけどな。なんか最後、あの写真撮影の時のフェイストゥーフェイスで、うん、なんかお二人で喋ってて、僕ら全然聞こえなかったんですけど、何話されてた？まあそれは試合終わった時に楽しみにしとって。まあでも、うん。まあ、いろんな意味で運命なんちゃうか。運命とか信じひんけど、気色悪いよな、男と運命が言ったら。だけど、まあ、俺がさ、そのタケポンとかさ、こう、狙った頃のようにさ、下のやつがこうやって、あ、俺らのこういうところを奪っていこうってするのはいいよな。で、まあ、勘違いしてほしくないのは、俺はまだまだやからさ、まだまだ俺もひよっこやと思ってるから、まだまだ上に上がりたいから、な、こんなとこで、俺がもう負けるようじゃ、ここで負けるようじゃ、もう思んないと思うねんか。最後ファンの方に一言お願いします。いやほんまにファンが望むカード、こっちの方が良かったんじゃない、みんな。ああこっちの方がガチやし、やっぱり 色物カードもいいと思うし、俺もずっとそれと思って戦ってきたけどさ、大晦日は色物でいいと思ったけど、まあまあそんな俺がこうやってガチで戦うっていうのも面白いと思うし、まああとはね、戦いでしっかりバチバチやって、ライジンをね、立ち技を盛り上げれるように俺も頑張りたいなと思ってるから張り切るんで、みんなついてきてください。いつもありがとう。今日の会見で着てるスーツおしゃれっすね。そうやろ、前回のはあのマサツさんに選んでもらって、はい、あの作ってもらって、あれもめちゃくちゃお気に入りやけど、これはまた違って、これはあの名古屋のここ三時時っていうブランドと、アパレルブランドとマットブロー、俺のマットブローがあのコラボするっていう話があって、それのスーツ、めちゃくちゃ濃いよ。濃いですね。何が言ってこう、何カジュアルスーツみたいな感じで、こうすげえこう、着心地も抜群で、伸縮性もあるね。あ、じゃあ動きやすいんですか。そう。へぇ、そう、めちゃいいよ。で、ここにこうな、マットブローって。ほんとだ。うん。めちゃくちゃ可愛いよ。可愛いですね。ここはモテんぞ。いや、にしても似合いますね。まあ、何着ても似合う、まあ、自由着ようが英雄着ようがそう、ビトン着ようがハイブランド着ようが何でも似合う。
だからまあ俺がマットブローを着ればそれはハイブランドを超えるっていうね。誰か突っ込んでほしかったですね。何も言えなかったですよ。俺のボケを拾わんかったら、ただのキッ間違いいつも言ってるよ、ハラ。いつも言ってるやん、突っ込めよって。間違いか。ちょっと一回練習してみましょう。いやー、まあ俺がユニクロ企業が、自由企業が、すべてビタンを超える。英雄ないんかい。はい、以上です。